困難救助隊の初代隊長の黒田です。2020年令和2年の6月18日の木曜日です。夜の10時半を回ってしまいました。この前はですね、昔活躍した女優さんの内藤陽子さんの演技のというかルックスの衝撃的なということの意味合いから、夜に映画ビデオを見まして、翌日に感想を述べるっていうスタイルだと言ってましたけれども、今日のはですね、なんて言いますかですね、10時半過ぎぐらいに見終わりましてですね、いろいろ寝て起きると忘れてしまうことがあるかなということでですね、ちょっと比較的眠くもないので、今日は、その感動っていうことはないんですけども、ちょっと語ってしまおうと思います。ですね、チャンネル猫でですね、まだ録画したばっかりでですね、最近だから放映したというですね、春松僕らという2018年の冬の映画ですね。だからまだ新しいですね。何ですか、なんか4文字の漫画なんですね、原作が。イナッシンさんじゃなくて、なんかそういう、なんか変わった、なぜか変わった漫画家さんの名前の人なんですね。アナシンじゃなくて、イナシンじゃなくて、なんか4文字の方なんですね。女性の方のようですね。でまあその実写版ということでですね、なかなかこう思い出しながらが大変ですね。休みの前の日は晩酌しますのでですね、それもあるのかもしれないですけど、かなり脳に負荷かけながら、脳に負荷っていうとちょっと忘れないようにいううちに、ちょっとニュース見て驚きましたけど、ちょっと働きすぎでしょうね。人気で出すぎちゃって、夏ドラのお兄さん役とかね、やりまして、モデルで俳優の清原翔さんがなんか脳出血を起こしたということで、命に別状はないけれども予断許さないということでちょっと休養を取るということで、ちょっと驚きましたね。おそらく働きすぎたんでしょうね、若いのに。今過労死じゃないですけど、生きてますけど、過労でしょうね、若くてもね。そういえば脳出血っつったら、そうですよね、脳梗塞かなんだか、その何でしたっけ、誰でしたっけ、名前が出なくなりますよね。誰だったかな、逃げ恥ってやつですか、あれの、なんですか、ミュージシャン兼俳優さんの人も脳梗塞の方かなっちゃう。だから大変ですよね、やっぱり不規則だったり、本当に働き詰めになっちゃったりする仕事でしょうからね。本当に好感を持てる俳優さんなんで、大事をとって本当に、いただきたいですね。びっくりしましたね、本当に好感を持てる清原翔さん、驚きましたけども、命に別状ないってことを言ってますからね。それで春松僕らの方は、主演がですね、土屋太鳳さんと北村匠海さんっていうことで、土屋太鳳さんはね、朝ドラはちょっと見てないんですけども、トリガールとかね、オレンジも見ましたね。山崎賢人さんなんですね。これも忘れちゃったんですけども、ちょっと私のこの見てきた映画のちょっと、グラフじゃなくて表でちょっと思い出しましたけど、あ、そういう映画あったなっていう感じで、トリガールはちょっと覚えてますけどね。あと何だっただろう、なんかもっと見てるんじゃないでしょうか。あとですね、テレビではですね、BS だったのか NHK だったのか、Y の悲劇やりましたよね、最近。W の悲劇ですね、すいません。
間違えました。これ間違ったまま語って終わっちゃうこともあると思いますんで、間違いもあると思いますが、その時は申し訳ありません。あとですね、北村匠海さんの場合も何作か見てんですけど、やっぱり君の膵臓を食べたい、これとですね、あと何だったんだろうな、スマホ落としただけなのにも見たんですよね。あれは犯人役だったのかな、なんか忘れちゃうんですよね。でもね、見ても忘れちゃうんですね。あとあれですよ、綿谷りささんの、勝手に震えてろですよね。あれなんかあの人はどっちかというとその悪役っぽいのとすごく本当に純情な役と見てますけどね、その共演で。あと三角関係なんですね、結局。小関裕太さんっていう方かな、なんだ、ちょっと調べてみたら見てんですね、やっぱり半分青いで、まあね、トリガールでね、土屋太鳳さんと間宮祥太朗さん、間宮祥太朗さんは今麒麟が来るでもね、あれですけどね、側近で、この主役の側近で出てますけどね、明智光秀のね側近役で出てますね、いとこですかね。それでトリガール共演しましたよね。その半分青いでも出てましたけどね。その、ただなんで映画監督に集中するために離婚するしかないのかっていうのは未だに分かんないですね、私はね。あれはちょっとがっくりな朝ドラだったっすよね。見てるときは面白く見ちゃうんですけどね。それから思えば今のね、エールなんかはもう、夫婦ですからね、いい映画だと思いますよね。あとはそうですね、そこで出てたんですね、ケントっていう名前で。これもですね、ウィキペディアで復習しないと思い出さないんですよね。これ全く忘れてましたけど、思い出したらそうだ、なんか外国人みたいな青年がね、なんか外国が帰ってきた人なのか、なんだか、そんな人出てましたけど、その人なんですね。その三角関係なんですね。土屋太鳳、地味でコンプレックスを持つような女性だって言うんですが、高校生になったらそのバスケットの、まあ、北村匠海さんの仲間4人ですね、長い、その4人と知り合いになることからいろいろこう、青春が芽生えてくるんですが、そこで昔のアメリカから帰国したというその幼なじみというか、とても仲のいい人だった、その小関裕太さんでしたっけ、なんだっけな、ちょっと間違ってるかもしれないです、ちょっと間違ってるんじゃないかなっていうところはなんかわかるんですよね、自分でも。ちょっと合ってるかもしれないですよ、間違ってるような、その人との三角関係なんですね、北村匠海さん。それで、あれなんですよ、その私の場合こう今までもずっとそうなんですけど、役柄が思い出せないで、あやちゃんとかね、そういう飛び飛びだで出るんですけども、だから俳優さんとか女優さんの名前でこう語るパターンしかないですね。覚えられないですよね、このね、覚えられないっていうより覚える気力が足んないんでしょうね。覚えればいいのにっていう感じですけど、でもまあ有名なね、車虎次郎とかね、アトミケアさん演じた、そういうのは覚えたりしますけどね。その三角関係で、結局どっちか取るんですけど、でネタバレになっちゃうんですけど、ラストの時でですね、その交際を選んだこの相手と、キスシーンがあるので、私は そういう最後にキスシーンがあるようなのは本当に、なんていうか今の映画に多いですけど、もうガクッと評価下げますので、なんでそんな安易に、ね、肉体的接触、アメリカじゃ挨拶なんでしょうけど、キスシーンとかね、やってしまう人ばかりになっちゃったのかという、映画監督にとってもね、
そういうの なければ評価高いんですよ、私にとってはね。なんかだってこんなん救助隊ですよ、これ。あの結婚したいのにできない人がいっぱいいるから、それはどうすれば結婚できるのかっていうのに、あの人味だからとか悩んでるのに、高校生くらいで結局交際できちゃうんですからね。それで大人になるに従って別れるかどうかはさっぱり分かんないわけですよ、うん。もう本当に高校生で出会うんだったら、高校生でも中学生でもいいですから、出会った人と結婚していただいて子供を育んでいただきたいですよね。それが別れちゃうから、そんだったら結局ね、やり逃げ食い逃げみたいなもんじゃないですかね。そんな人が多いから結局結婚も少なくなるし、少子化になるしね、なんかそんな気もするんですよね、うん。なんかアメリカとかヨーロッパの古い社交界なんかは、社交ダンスなんかでなんか肉体的相性を見るとかね、そういう間接的な、なんかそんな話も聞いたことあるかもしれないですけど、うん。でも大体こう好意を持ってたら接触しなくたって大体好きなんじゃないですかね。だからこの映画も残念ながら私はおすすめしません。バスケットでね、もう強くなるんだ、すごく自分より格上の人にもそのね、女性と三角関係になってライバルだっていうことですごくこう力がつくっていうのは、それはなかなかこうメジャーなね、よくあるパターンでもありますけれども、王道でしょうけれども、まあそういう映画も本当にここ10年以内の映画ってのは多いですよね。最後に交際の始まりがキスシーンで、キスでですね、口づけでこの表すようなのはちょっとですね、アメリカ、日本はアメリカ化しちゃってんですね、本当に。でも、そういう感覚は本当に良くないと思いますよね。なんかね、だって結婚したいのにできない人がいるんですよ。そんなね、地味だからコンプレックスがあるって言ったって、そういう人はね、高校生から交際しちゃうんですからね、好きになってもらってね。いやまあそれで、まあ中高生あたりは胸キュンとか言って、もうおじさんがこんなこと言って申し訳ないですけどなっちゃうんでしょうけど、良くないですよね。だけど、どうやって交際で、だから本当はね、お見合いとかね、いいなずけみたいなのがいいと思いますよね、本当に。本当はね、なんかこう肉体がね、だからこうあれなんじゃないですかね、こうとっかえひっかえでね、なんかどうもね、定説定層っていうのがね、男女とも必要だと思いますけどね、本当にね。あとはその四天王って言って、まあ 5人バスケですから、1人はまあなんだか超脇役っていうか、ほとんどちょっと見なんですけど、4人は本当によく出るってことで、あと2人は、あと3人ですか、1人がね、まだよくわかんないです、杉野陽介さん、違う、なんか龍二っていう役柄で、バスケ一番その中でうまいあれですか人、名前間違ってるかもしれないです。その人は あんまりちょっと見たことなかった、初めてかもしれないですね。どっかで見てるのかもしれないですけど、あとはあれですよ、あの磯村優斗さんですよね。この人は非常にあれですよ、あの連ドラでもね、ひよっこでですね、ヒロインと結婚する役になってですね、あとスーツのパート1にも出てましたしね、あと関根さんの番組の日曜のあれですよ、未来モンスター出てたりね、本当非常に静岡の方でしょうね、非常にこう、だいたい仮面ライダーから出てですね、稲葉優さんも出てるんですね。あの人は中国語入門みたいなの NHK の講座に出てますね、今ね。仮面ライダーからこう出てく人っていうのは多くなってるんでしょうね、で、そのイケメン4人組で、バスケは5人ですけど、もう1人はいろいろ交代したり、そういうあれなんですよね、この、まあそういう中でか、こういう青春ものですけどね。だけどその青春ものがやはり
この時代キスシーンで交際を始めるというのはちょっと、やめてもらいたいですね。個人的にはその本当に何ていうか肉体的接触がない感じで、ね、今の映画監督、若い監督はお願いしたいですよね。48歳だそうですけどね、今度監督は、うん、僕だけがいない街をやった監督なんですね。あとテレビドラマの方の白夜行なんかも、やった監督みたいですよね。なんかこう本当に名前が出ないっていうか、 もっとじっくり読んでね、あれなんですけどね。だから、だから今回の映画でやっぱり思うことはやっぱりね、地味でコンプレックスあるとか言いながらも結局誰か見てくれてると交際をこうは、始めてしまうという、そんでもまあ交際を告白するには勇気がいるっていうのもねえ、なんかあんまり勉強になる映画ではないですね。青春ものの王道ですけどね。だから、勉強になるっていうより、あの感動してそれを実際にできる人はできるんですよ、でもできない人でもう20どころ10代どころか20代30代40代50代になっちゃう人が私の、その憂慮する対象ですから、この映画はね本当に青春映画のなかなか一つのパターンでしょうけども、困難救助隊っていう面では勉強にならないかもしれなかったですね。なかなかね、なかなか難しいですね。私自身がなかなかこのブレイクするようなすごい解説もできませんけどね。まあとにかくでも休みの前の日に一本ビデオ見て感想をこうやって YouTube さんに流すっていうことは、ひたすら続けております。そして、一番のこの大事なのは結婚難問題です。結婚したくてもできない人がいると、これが社会の重大問題です。しかも結婚しても離婚してしまうというようなですね、これも同じところから来ているんじゃないかと私は思っております。それはちょっと今日は端折りますけれども、結局ね、でも愛する人が一人見つかれば本当にガラッと変わるんでしょうからね。だからよくば本当にその今回の春末僕らでも、その恋人同士にっていうかなった、まだ高校1年やそこらでですねなった人も、もう別れないで結婚して子供育んで、そういう人もいっぱいいますからね。その出会いが早い人もね、そう思いながら願いながら、ただ本当に相手を見つけるっていうのは大変に見えちゃいますけど、そんでもね結婚してる人や交際してる人は多くですね、多いんでしょうからね。そんなだから一番本当に、頭に来るのは不倫とかね、その援助交際とかなんかその結婚以外のねこの不特定のこの乱行してる人間にとっては本当に頭きますよね。何しろ本当に結婚したのに結婚できない人がいるわけですから、その人たちのなんていうかな苦労っていうか辛さっていうか思うと本当に、めちゃくちゃ怒るべきだと思いますね。不倫とかそういうものとかね、そのものはね、ということです。